パープルソフトウェア。おう。ポンと今度は俺だけじゃなくて3人揃って降り立った。3人、ここにいるのは俺、先にアリス。部長の姿はない。これあれか、3月ウサギか。アリスやろ。で、右か、先は3月ウサギか、モチーフが。うん。マッドハッターと、まあ、あとは、だって、女王とマッドハッターと、イモムシと、あとはハートの兵隊くらいしか、おらんもんな、残りの登場人物。確かに耳がこうなっとるから、ウサギか。なるほどね。イカれた帽子屋。マッドハッター。帽子屋って言われることが多いかね、日本だと。イカれた帽子屋とは言われんな、確かに。なんだ？ここ、学校？どう見ても俺たちの通っている学校だ。もっとも普段俺たちが通っている学校はこんなにあちこち草が伸び広がってはいない。マイヤが部長の夢をどうのと言ってあの部屋から俺たちをここに、送り込んだ。これから何が起きるのか、なんだか嫌な予感がする。あの指鳴らすのってトール弥生の前でやったことあったっけ。俺とサキが辺りの様子を気にしている横でアリスが一人ブツブツとつぶやいている。ああ。いつ見たんだろう。やっぱり弥生って夢の慣れ方が早いのかな。なんだアリス、何か気になることでもあったのか。そこには多分トールが一番最初に気づかなあかんのやけどな。いいね、俺は意図的にやられてるね。なんでも。慌てて手を振るアリス。なんでもないようには全然見えないけれど、聞いたところで教えてくれそうにない。いいな、この描写多いな。聞いたところで教えてくれそうにない。自分からは何も話さない。とりあえず明かりが欲しいよな。ともあれ辺りは暗くて窓から入る月明かりだけじゃほとんど見えない。俺は指を鳴らして、せめて廊下の明かりくらいつけようとしたけれど、何も変わらなかった。なるほど。これは先輩の夢で、先輩が、その、夢を改ざんというか、操る能力が先輩の方が長けとるんか、この世界じゃ。さっきは結局、なんだろう、夢を夢と認識してなかったから、あんまりだったけど、その介入する力ってのがなかったからこそ人に介入されやすくもあったわけで、多分そんな感じなんだろうな。なるほどね。何やってんの。いや、何かうまくいかないかな。じゃあ何かうまくいかないな。仕方なく俺はもう一度指を鳴らすと上から懐中電灯が降ってきた。お夢って好き勝手できて便利ね。慣れれば誰でもできるようになると思うけどな。そういえばマイヤが指を鳴らすようになったのも俺の真似だったことをふと思い出す。俺やマイヤがもしもこの世界やこの夢の世界の形成に大きく関わっているとしたら、俺たちのやりやすいやり方が夢をいじりやすいのかもしれない。そのくらいなら、あったあった。ごそごそと自分のポケットから懐中電灯を取り出すアリス。そんな薄い布面積の服のどこにそんなものを入れる。ドラえもんかよ。ペットボトルくらいのサイズのそれが入っていたとはとても思えない。さっきも手鏡出してたし、何でも出てくるのか、あれ。
スイッチを入れると懐中電灯は2つともきちんとついたけれど、明るさとしては物足りない。それで兄さん、これはどんな夢なのかしら。まだこの状況には戸惑っているようだけど、それでもパニックに陥らないのは助かる。先に対してはちょっと辛いからな、あたりが。だからなんかこっちが先をね、男らしく先をね守ってやろうとかいう気持ちはないんだよな、うん、取り乱してくれないのが助かるぜっていう、邪魔に足だけは引っ張んなよみたいな感じだろ。部長の夢だからな、何を考えてるのかよくわからない人だから。そう俺が話している間に音が聞こえてきた。ゴリリリ、何これ。重くて硬いものを引きずるような音が近づいてくる。なんじゃらほい。電気のつかない暗い廊下、暗闇の向こうから聞こえてくるその音、嫌な予感しかしない。3章になってからあれだな、嫌な予感が嫌な予感しかないしないみたいな、予感ばっかりの描写が多くなったな。アリスとサキもさすがに苦笑いを浮かべる。ねえ、マイアちゃんが見せるのって望みを叶える夢じゃなかったの？いや、別に深刻なトラウマとかじゃなくて、趣味とかそういうものでもいいとしたら。新しい設定が出てくるんだな、ここで。ねえねえ、これってもしかしてお決まりと言いますか。アリスが音の方向にライトを向けた瞬間、俺はサキを突き飛ばした。ブオンと先の立っていたあたりに振り下ろされる鉄の塊。廊下に突き刺さったそれを見れば、分厚くて大きな斧だった。いいねー、ファンタジー。兄さん、腕。どうやら俺の腕にかすったみたいで、左手の袖が真っ赤に染まっていた。夢だからなのか、痛みはないけど動かせない。ただ今はそれをどうにかしている余裕はない。その斧を持った人型の化け物が俺の方を見た気がした。アリス、サキを連れて逃げてくれ。お前なら逃げるぐらい余裕だろ。だけど兄さんはどうするのよ。それ以上話している余裕はなかった。今までに何度も見てきたエキストラと同じ存在感のない人形のような相手。ただあの悪夢の匂いはしない。斧を持った大男が俺に向かってもう一度斧を振り上げてくる。すごいな。うわ、すごい。本性が透けとるな。単価は切ったものの自分にはどうにもできんから、とりあえず取り乱しとる。トール、それ死亡フラグ。俺は扉に体当たりをしてそのまま教室に逃げ込んだ。アリスはバカなことを言ってたけど、サキを連れて逃げてくれただろうか。倒れた扉の上から、少し足を滑らせながら立ち上がって逃げる。その間もすぐに、その間も、すぐにでも背中に斧だかなただか叩き込まれないかと気が気じゃない。くそ、なんて夢見てんだあの人。わかった、これはホラーの夢だ。そういえば部長はそういった映画が好きだったのを思い出した。こんな描写あったっけ。サイコホラーよりもチェーンソーとか鉄の爪とかバールのようなものとか、そんな感じの、方をたしなんでいるはずだった。これあれな、バールのようなものって言いたかった感じだな。
だとすればあれは分かりやすくそういった映画に出てくる追跡者だ。確かに小野男は俺を追いかけてきてる。俺一人なら夢を書き換えながら何とでもできる。これからどうするかと思った瞬間、パーンと風船を割ったような音がして、小野男の頭が真横にぶれた。ポン。え？と戸惑っている間に、まるで横合いから見えないパンチを頭に食らっているように、2度3度と続く。ほーん、やっぱりあれか、戦うタイプだったな。まあ、こういうコスチュームがあるからな。けどなんで銃なんだろう。頭を狙うんじゃなくて体ごと焼き払うとかしないとダメかしら。多分やりたかったんだろうな、これが。このギャップというか、それを作りたかったんだろうな。うわぁ、サキちゃん何してるの。トールの尊い犠牲もあったんだし、今は逃げないとダメだって。後でちゃんと助けに来るから。ちょっと、兄さんを犠牲になんてできるわけが。アリスさん、手を離して。廊下の向こうの声はそのまま尾を引いて消えていく。どっから銃を取り出して、どういうあれなんだろうっていうね。嫌いじゃないけど、まあ。この男はダメージがあるのか動かず、俺も思わずそのまま待ってしまった。そして声が聞こえなくなった頃、顔を見合わせた途端にまた斧をこっちに振り下ろしてきた。けど通りにこの状況を解決するだけの知恵も能力もないから、多分先輩が現れるんだろうな、都合のいいところで。さっき懐中電灯を出した時は呆れてたくせに、あっさりと銃を作ってぶっ放した先。妹ながら恐ろしい。あ、なるほど。夢の世界だから、夢の世界だからそういうのを具現化したってことか。俺は適当に振り下ろされた斧を避けると、ひしゃげたロッカーから覗く金属バットを引っ掴む。急になんか新しいのが出てきたな。なんでもありだな、もはや。さすが夢だぜ。かといって、これでどうにかなる相手じゃないだろうけど。これで殴りかかったところで、先の銃を食らってのけぞった程度だ。俺が殴って倒せる相手だとも思えない。俺はバットを担いだまま、反対の扉から教室を飛び出した。微妙にグリップの効かない上履きの底を滑らせて、音を立てながら俺は走る。背後から斧を引きずった追いかけてくる音が聞こえる。いくら走っても引き剥がせない。ホラーの定番だ。どん？俺がここまで来ればなんとかとか立ち止まった瞬間、また襲ってくるに決まってる。勘弁してくれ。サキたちが逃げた方向とは逆に向かいながら、あれをどうするか考える。どうするかな。いざとなったらサキかアリスに重火器でも用意してもらうか。そうなればホラー映画じゃなくて、どんな感じのアクションゲームだ。ちなみに俺は自分の想像力で引っ張り出せないか試してみたけど、うまくいかなかった。なんて思っていたら、遠く別の方からガラスの割れる音や、さっき聞いた銃声が聞こえてきた。おお。ということはまずくないかい？あれは二人襲われてるんじゃなくて演出だといいんだけどな。そして続く爆発音。それも一発や二発じゃない。何してるんだ向こうは。いいな、この緊迫感のなさってのがいいな。ただ、
武器の類がありなら俺も何か今度こそ。追いついてきた斧男の攻撃を転がって避ける。それに巻き込まれて金属バットがしゃげて曲がる。チャレにならない。用意したものの全く役に立ってない。斧を引き戻す間に顔のあたりを一度フルスイングしてみたものの、案の定全く効いた様子はない。風が吹いた程度にも気にせず、斧男がこっちを向いた気がした。右手一本だからとか関係なさそうだな。おう、減らず口を叩く余裕はあるってことか。相変わらず左手は血を滴らせるだけで動かない。俺はそのまま金属バットを手放して距離を取る。くそ、どうすればいいんだこれ。何か倒すためのヒントとかあるんだろうか。雷に当てるとか、溶鉱炉に落とすとか、歌うとか、祈るとか。ダメだ、どれもホラー映画の終わり方じゃない。アクション映画とかそういうやつだ。この男が動き出したのを見て、俺はまたそこから走って逃げ出した。息が切れて休んで、襲われて、また走って逃げて。結局何がしたいんだろうな。先輩の意図は何なんだろう。いい加減、どれだけ逃げたか分からなくなってきた頃だった。くそ、いい加減どうにか。あら。ちょうど階段に差し掛かった頃、部長が、上の階から悲鳴を上げて駆け下りてきた。その後ろからは、例の斧を引きずってくる音が聞こえてくる。暗闇の向こうにちらりと見えた瞬間、俺も部長に並んで走り出した。なんで部長まで一緒に逃げてんですか。この状況を作ったのあんただろ。相変わらず後ろからはあの斧を引きずる音が響いてくる。部長、あいつを倒す方法は、この夢作ったんだから用意してあるんでしょ。まさか最後までスプラッタとかふざけたこと言わないでしょうね。水に弱いからプールに落とすとそのまま倒せるはずなんだけど。そうすればとりあえずエンディングのスタッフロールでも流れるか。もう急に、なんか、なんだろう、お前そんな語彙力なかったやろ。その時、廊下や教室に設置されているスピーカーの電源が入るノイズが走った。はーい、二人ともお元気かしら。何、夢乗っ取られたけ。やっぱりお前の仕業か。ええ、そうよ。せっかくいろいろと用意していたっていうのに、ルーディってば台無しにしちゃうんだもの。あれ？でもお前脚本に介入できんのじゃなかったん？スピーカー越しなのに会話が成立する。もっとも夢でその程度のことを気にしても仕方がない。俺と部長は走って逃げているけれど、マイヤの声が聞こえる。スピーカーも次々と切り替わる。夢を終わらせ何が悪いんだ。それは仕方ないけど、その後にこんな遊び場を作ってるんだもの。私だってみんなと一緒に遊んだっていいじゃない。この夢のルールの話をするのであれば、それこそあれなんかな。あの、先輩がこうやってみんなで遊びたいっていうだけの話なんかな。だったら、マヤちゃんもこっちに来て一緒に逃げ回ればいいじゃない。頼りになる人が優しくお姫様みたいに抱っこしてくれるならいいわよ。やべ、お姫様抱っこすると言え、部長がアイコンタクトを送ってくる。
余計厄介なことになりそうだから断る。その時部長がこけそうになった。慌てて手を掴んで引っ張り上げる。ごめん、ちょっとこんな走ったの久しぶりすぎて。息が切れて足もフラフラになってる。この部長を連れて遠くまでは逃げられない。この人体力とか運動神経とかそういうのがないから。これからプールまで誘導しますから、なんとかそれまで頑張って。なら答えを聞いて簡単にエンディングなんてつまらないと思わない？そうだそうだ。不意に横にマイヤが現れる。窓の外、足場に何もないところで浮いていた。そして特別ニヤニヤと笑うと指をパチンと鳴らす。その時、俺の気がそれていたのか、単にマイヤがそうしたのか、もう少し距離があるかと思ったおの男が俺の真横に立っていた。まずいと思った時にはもう遅い。斧から手を離して俺の肩をがっしりと掴む。やばい。そして無造作にもう片手で部長もう片手ってなんか言葉として咀嚼だな。部長を掴むと、それじゃあ第3幕の始まり始まり。うぇ、そのまま思いっきり放り投げられた。体をかばうこともできないままに、俺たちは窓ガラスをぶち破って何もない空中に放り出された。見えたのはいつか見たような大きな月と暗い夜空だった。やっぱトガキでめっちゃ喋るな。それは相変わらずか。ちょっと改善されたと思ったんだけどな。